奥谷通は日本の政治家、自由民主党衆議院議員、兵庫県議会議員、人材派遣会社ザール代表取締役社長の奥谷玲子は元妻、兵庫県神戸市北区山田町出身、高南中学校、高等学校を経て、1974年3月、港南大学法学部を卒業、1970年の第25回、 国民体育大会に剣道で出場した。1975年4月、神戸大学環境工学研究室勤務。1977年、原健三郎衆議院議員秘書。1979年4月、国土庁長官秘書。1986年、衆議院議長公設第一秘書。1991年4月、 兵庫県議会議員に初当選。同期当選に中外総治、室井国彦、渡辺館。1996年10月の第41回衆議院議員総選挙で兵庫県第2区より自民党公認で出馬するが赤羽和義に敗れ落選。その後、1998年に野田みのるが、 公職選挙法違反の連座制適用で失職したことに伴い、近畿ブロックピレー繰りア上げで初当選。山崎派に所属する。選択的夫婦別姓制度導入に賛同し、例外的に夫婦の別姓を実現させる会などにも賛同。2000年6月の総選挙では公明党との選挙協力に伴い、兵庫2区を赤羽に譲り、 近畿ブロック比例単独で出馬し2回目の当選を果たす。2002年第1次小泉内閣で環境大臣政務官に就任する。2003年7月8日に肝不全のため神戸大学医学部附属病院にて急世。51歳没。のぶ、生後位、君三頭髄法省。同年10月3日、森田検索によって追悼演説が行われた。 ABCDEFG 環境大臣政務官、奥谷2、米バックマシン2020年2月7日閲覧。ABC 第157回国会衆議院本会議第3号、発言007の森田検索小議員、奥谷通に対する追悼演説。国会会議録検索システム、国立国会図書館、2020年2月7日閲覧。 平成13年11月6日、選択的夫婦別姓制度、野田聖子、ウェイバックマシン2020年2月7日閲覧。ありがとうございます。